武士道は知識を重んじるものではない。重んずるものは行動である。武士道とは英文でシバリと言いますね。西洋で言う騎士道的な意味ですが、何か違うんだ。日本の秩序っていうのかな、何か外国にはない道徳のような教えなのかな。日本の学校では宗教教育がないのですか。それが本当ならどのようにして道徳教育をしているのですか。ベルギーの宗教学者にニトベ・イナゾーが聞かれたんだ。これがきっかけとなって世界に日本人を知ってもらおうと思い英語で書き上げたのが武士道、 The Soul of Japan、 武士道。私は海外の人から日本人はどんな人たちですかって聞かれた時に、一番考えることは約束を守ることが普通にできてしまう人たちが日本人ですねって答えるんだよ。こんにちは、日本大好き外国人のマスラです。武士道、この本のファンは世界中にいて、世界の偉人たちの中にも武士道を読み日本に強い興味を持つ人もいっぱいいたんだよ。そうです、親日家として有名な世界的発明家トーマス・アルバ・エジソン、彼はこんな言葉を残しているんだ。実は私の研究所でできなかったものが2つある。その1つはパール、美しい真珠だ。あなたが動物学で不可能と言われていた真珠の養殖を発明した、それは世界の脅威だよ。エジソンは三木本パールを気づいた三木本幸吉を前にして、エジソンが三木本を称賛した言葉なんだ。三重県鳥羽のうどん屋の長男として生まれた三木本は、ふるさとの伊勢志摩と光り輝く真珠を愛していました。三木本はエジソンの称賛の言葉に対しこう言ったんだ。いえ、あなたが発明界の月に例えれば、私は数多くある星の一つに過ぎません。三木本は後に美しいリアス式海岸が有名な伊勢志摩国立公園の海の親となります。そして彼の夢はさらに大きく広がり、ある時外国人記者を前にこう言ったんだ。これからの日本は観光に力を入れなきゃいかんいかん、私は日本中を公園にしたい。この当時はまだ国内観光もまだこれからいう時代だったんだなってわかりますね。そうそう、三木本との出会いもあって、エジソンはその後生きている動物植物の持つ力を応用する発明に力を入れることになったんだ。自然の力を応用した三木本の真珠に感動して、彼の新しいアイデアを生み出したんだ。エジソンはミスター三木本、あなたのおかげで私は植物からゴムを作ることを思いついたと語っているんだ。それは天然のゴムを効率よく採取する方法だった。だけど後に合成ゴムできたことなどもあって、エジソン植物研究所は1936年に幕を閉じてしまったんだよ。だけど三木本とエジソンはなぜ出会ったんだろう。それは日本における近代資本主義の父渋沢栄一が
エジソンと三木本を紹介したんだ。この渋沢は2024年の新1万円札利益を6000せず社会に歓迎し、倫理と利益を両立させるという渋沢。この世の中で最も大切にすべきは道徳であると考えるエジソンの2人は、お互いをリスペクトをできる人間であると感じていた2人はね、明治42年1909年渡米実業団として3ヶ月間に渡り、アメリカの都市を視察したんだ。その中でニューヨークのエジソン電気会社で、渋沢栄一はエジソン夫妻と会見して以来の関係なんだよ。だけど新1万円札は、私は日本大好き外国人だからね、新しい時代の令和にも立ち会えたし、新札も正直変わる瞬間に日本で立ち会えることは嬉しいのもあるけど、日本のお札はデザインもオリジナリティあるし、世界でも最高レベルだよね。そして日本の場合は治安も良いから、お財布からお金の出し入れも海外とはリスクが違って、現金も使いやすいよね。だから日本は世界に類を見ないほどの現金大国だからかな。最新技術で偽造防止を強化して残していきたいんだって。だけどその反対とも取れるのが、政府は2025年に現金を用いないキャッシュレス決済の比率を欧米並みにして 40% に上げるとも発表しているんだ。新札が2024年で、2025年にはキャッシュレスを進める。これに関しては複雑なやり取りが2つにはありそうですよね。エジソンのベッドの脇にはいつもたくさんの日本関係の本に囲まれていたんだ。お気に入りには二戸稲造の武士道もあったよ。エジソンは日本の文化や歴史に非常に惹かれていたんだ。それにはエジソンもまた日本人との関係が日本へ興味を持つ大きなきっかけだったんだ。過去動画でチャプリンと秘書河野虎一の話をしたよ。よければこちらの動画もまだの方はぜひ。エジソンの元では岡部という一人の日本人の青年が働いていたんだ。その岡部とのエピソードを語ったんだ。それは自分の子供たちですら私の周りから金品を勝手に持ち出していくが、異国人である日本人のこの青年は違う。たとえテーブルの上にお金がそのまま置いてあったとしても一切手をつけることはないのだ。こう言ってエジソンは日本人青年の道徳心の高さに驚きを隠せないんだ。2018年のデータでエクスペディアジャパンのアンケートでは、ホテルの客室で貴重品をハウスキーパーの目の触れないところに隠すかとの質問に、アメリカ人は半数の人が隠すと答えたんだ。その一方、日本人は1割にも満たない 9% が隠すと答え、世界で最もホテルで貴重品を隠さない結果となりました。これはね、それくらい日本は安全ってところは素晴らしいけどね、海外ではそれは怖いかな。この日本人の特性がエジソンには二戸稲造の武士道にあると
思っていたんだと思うよ。見せびらかすようなパフォーマンスに武士道があるのではなく、日本人らしい道徳心、これに世界は震えるほど感動したんだよ。日本人は気がついてるかわからないけど、もちろん問題のある人もいるし、信用ならないような残念な人もゼロではないよ。それでも日本人が道徳心を保つ大きな理由は、私なりに思うのはね、お互いを信頼している、信用しているからこそなんだと思うよ。だからスマホを手に持って電車で寝たり、カバンやバッグを無造作に置いたりするでしょ。あれは誰もが無警戒でぼーっとしてるではなくて、基本的に日本人がそんな人のものを盗まないと信用しているし、日本人の多くの窃盗はプロの泥棒だったりして、普通に生活する人はそんなことをしないんだ。みんな誰でも少しは不満はあるかもしれないけどね、基本的に日本人同士をレスペクトしているんだ。だからメイドインジャパンに対しても絶対の信用があるよね。そんなことって普通、海外では事実。エジソン以外の多くの偉人たちも同じように日本人のものを盗まないという道徳の高さに驚き、高潔な人間性に感動していますよ。物を盗まないなんて当たり前の常識でしょって言いたいかもしれませんが、常識でも当たり前でもないんだよ。そして岡部の侍のような強さも日本人への思いにつながったんだろうな。ニューヨークでエジソンが何者かに襲われた時、岡部は柔道の技で暴漢を投げ飛ばし、エジソンを守ったんだ。実は白熱電球を発明したのはイギリスのジョセフ・スワンなんだって。エジソンは32歳、1879年の時炭素化させたフィラメントを使い、約14時間連続して点灯する白熱電球を開発して、後に商用化させることに成功したんだ。だけど開発する時問題があった。白熱電球を売り出すには最低600時間の点灯できない商品では売れないと思ったんだよ。彼はこうも言ってる。私は売れないものは発明したくない。需要は実用性を立証するものであり、実用性こそ成功である発明家であって、ビジネスマンでもあったんだね。そこで世界中から6000種類の材料を集めた。そこで偶然研究室にあったセンス、これが竹で作られたものだった。そこで竹を使ったフィラメントにチャレンジした。すると予想外のことが起きた。200時間点灯できたんだ。それでね、フィラメントの素材は竹にしようと決めたんだ。ここからがスケールが大きくて、竹採集のため世界にスタッフを発見して、1200種類の竹を使ってチャレンジを続けた。そしてとうとう日本まで竹を探して、1880年明治13年にエジソンの助手ウィリアム・ヘッチ・ムアーが来日した。そこで竹を探していると相談したのかな。初代総理大臣となる伊藤博文と会談した時、現在の京都府八幡市男山周辺に良質な素晴らしい竹があることを
アドバイスを受けた。それは以前から八幡の間だけはしっかり引き締まった繊維が評判で、工芸品や刀剣の留め具に使われていたんだって。京都八幡の間だけを使ったフィラメントの白熱電球はどの竹よりも長く驚くほどの時間、それはね1200時間以上点灯したんだって。これはエジソンがこだわった点灯時間、これが成功させたんだよ。製品化させた白熱電球は世界中に輸出され大ヒットするんだ。新素材のフィラメントが開発されるまで10年以上この京都八幡の竹は使われた。エジソンが電気の人類で初めて光を広く正解に灯した瞬間だよ。今から約140年前のことなんだ。すごいよね。だけどね、改めて考えると光って何？だって夜暗い時に見るもの全て白黒写真みたいでしょ？光があるから色が見えるんだよね。貧しかったマレーシアの子供時代の時にね、私の家には古い日本製のモノクロテレビがあってね、それが壊れた後にやっとカラーテレビになったんだ。子供の私にはカラーテレビを見た時、カラーテレビよりも今までなんでモノクロだったのって、モノクロの方が不思議だったよ。昼目に見えるもの、カラーテレビみたいにカラーで見えているのに不思議だって思ってたよ。子供の頃夜トイレ行くのが怖くて、だってね、見えるものが夜には全て空には見えないし、暗くて見えないし、怖くて怖くて家族を起こしてトイレに一緒に行ってもらったんだよ。だって家族で一番苦しい時期はね、びっくりすると思うよ。電気で夜明かりをつけるのは普通だと思うでしょ。夜は家族6人、明かりはろうそく1本、夕食の時に1本のろうそくで食事していたんだ。日本だったらお誕生日会の時ぐらいでしょ。ろうそく、さっきトイレ行くのが暗くて怖いって話したでしょ。だってトイレ行くのもろうそく1本、火をつけて行くんだよ。家の外にあって、外もちょっとしたジャングルみたいで真っ暗で、いつイノシシが来るのかもわからないし怖かったんだ。それに比べて日本の今のトイレ、ウォシュレットついてるし、明かりもつくし、最高ですね。そう、話を戻しますよ。物が見えるのは太陽や照明などの光があるから、真っ暗な闇の中は目をつぶっている状態と同じだよ。光がないと物や色は見えない。びっくりだよ。光が物に当たって反射した光が私たちの目に入り、脳から情報が伝わって、色や形、大きさとか理解できるんだ。その中で私たちの目で見える光を可視光線って言うんだって。だから世界中の家にそれまでよりも明るく照らす白熱電球のおかげで、夜でも色や物がよく見えるようになったんだ。それも今は日本中 LED でさらに明るくなったよね。ハスメカってすごいね。青色 LED で日本人3人がノーベル賞受賞したんだよね。すごいよね。
でもエジソンの白熱電球、そして京都の竹フィラメントもそうだけど、そのフィラメントの必要なエリリンはない。世界は発光ダイオードに照らされる時代は変わっていくんだね。そうそう、エジソンは出会う日本人一人一人が礼儀正しく道徳性に富んだ行いをする。どんな教育を日本人は受けているのか、日本という国はどんな国なのか、エジソンは日本の社会と文化、歴史にも大きな興味を持ったんだ。彼のベッドの脇に日本に関する本がたくさんあったことも理解できるよ。私も子供の頃から日本に憧れて働くようになってから、マレーシアのクアラルンプール紀ノ国屋が職場から近くて、毎日仕事帰りに日本の本を見に行ってたな。その頃はなかなか日本の本が高くて買えなくて、お金を毎月ちょっとずつ貯めたりして買ったんだ。嬉しくてね、綺麗にカバーを自分でかけたんだよ。最初は日本語読めなかったけどね、日本で生活できる今、私は幸せです。ありがとうマストラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。さようなら。